皆様こんにちは、クマスタッフめめです。今ですね、1月7日金曜日、何時ぐらいだろう、昼の2時過ぎぐらいかな。気温は今熊野湯でマイナス 9.0 です。今日はですね、これからちょっと用事があるので山降りるので、またね、3連休前に車の道のご紹介をしていきたいと思うんですが、まあ正月前から私の車埋まりっぱなしでどうなってるか気になるところ見ていきたいと思います。いや風強い。さて車の元にたどり着きました。まあでも隣に車止まってたからそこまでひどくないかな。ちょっと状況を確認。あ、こっち側がこんだけ出てるからすぐ行けるかな。さあそれでは準備ができたので、これからですね、熊野湯から下のどこら辺までにしようかな。蓮池までになるか、神林になるまでか、中野になるかちょっと雪の様子見ながら行ってみたいと思います。それでは出発。
原神林まで積雪はありで、路面の凍結もありです。ただ除雪もしっかりされているので結構走りやすい感じがします。上り方面ですね、神林から下のループ橋のあたりまでのところが少しちょっと雪が少なめなのと、途半車線のところが少し轍っぽくなってますが、おそらく大丈夫なのではないかなと思います。一応ですね、天気予報的には3連休お天気は良さそうです。ただ気温はずっとマイナスだったりしますので、道路状況を気をつけながら来ていただければなと思います。特にね、東京の方でも今雪が降って積雪があったりということでね、ところどころ来る途中も高速とか、ね、お家の近くとか雪が降られている方はお気をつけいただいてお越しいただければと思います。なんか雪がふわふわ舞ってる気がする。中野市内もおそらく道路に積雪はありますので、特にね、市街地の方がツルツルしてたりするとこういうので気をつけてお越しくださいね。それでは皆様のお越しお待ちしております。私のお出かけグッズです、スコップ。大抵車に入ってるんですが、今日は雪すごそうなんで外の持ってきました。マイバッグがいっぱい入ったリュックと、こんなのも持ってました。脱出用のシート、でも自分では一回も使ったことがありません。他の人に貸してます。そしてソリですね。ポイントはこの赤い紐で長さを延長してある。そうすると安定して荷物が持ってます。私はもともと東京の出身なので、なかなか車でスキー通ってても雪かきそこまでうまくないんですけど、所長の熊爺さんが教えてくれました。まずは助手席側のドアを開けてね、エンジンをかける。それと同じく後ろの、排気ガスが出るマフラーの周りを雪を取るとね、そこしないと除雪保管とか書いている間に一酸化炭素中毒になっちゃうそうです。それではやっていきたいと思います。脱出成功しました。熊の湯あるある。1年、私2年目ですけど、いるとエンブレムが硫黄とか硫化水素でやられて黒くなります。脱出した後こんな感じ。反り立つ壁できてるけど見えるかな、ね、運転席側は私除雪しないんでこのまんまになっててごめんなさい。除雪者さんよろしくお願いします。ってことでね、ここかまで出てから温めてる間にここまで出てから今度屋根の上の雪と周りの雪を下ろしていきたいと思います。だいたいこんな感じでいいかな。さてそれでは出発したいと思います。よいしょっと。運転するときは靴の雪をよく払って上着脱いで動きやすくね、